よう、ここが幕張メッセですよ、太田裕二くん。ほう、久しぶりやない。そう、幕張メッセ。そうやで。そうか、東京ゲームショーってやつか。そう、知ってるよ俺。知ってる、うん、じゃあこのこれちょっと今映ってる写真見て、これ幕張メッセ。お、幕張メッセだね。本当に幕張メッセ。え、幕張メッセじゃない。これね、ドッキリが仕掛けられてますよ。マジでそんな、何いきなり間違い探しが始まるの冒頭からこの背景よく見てください。ちょっと待って、うん、まあ、ちょっとあのクッキーおじさんが若干映ってますけど、あのさ、この英語が読めない、うん、あー読めないか読めないんだよ なこれ出ちゃうな、額出ちゃうな。あ、メガネをメガネかける、額出ちゃうな。ちょっと待ってね、はい、これまあ多分ね、場所は分かんないと思うんですよ。ブレーテネスアウェイテイアウェイテイじゃないやこれは、はい、何ですかこれ。これは E3 の会場です。おい騙すなや俺も知らんかったやんけ。ちょっとね、あの幕張メッセの俺らが撮った写真がなくてですね、はい、なんで過去に幕張メッセの中ばっか撮ってて照明撮ってないんやっていういざこざが夕方までありまして、うん、で、じゃあ E3 でええやっつっておかしい、この台本通りじゃない、いきなり。いきなり台本通りじゃないんです。騙されたよいきなり、はい、まあそんなわけですね、はい、なんで最初冒頭幕張メッセ言うたの。ん、あ、騙せるかなと思ってまあそんなわけでですね、まあ時期的には東京ゲームショウなんですよ。ああ、そうですよ、東京ゲームショウって気づきましたからね、はい、というわけで今日はゲームショウの、はい、あ、ちょっとクッキーおじさんからクッキーおじさんが映ってるってクレームが来たよ。あとでちょっと夜食を分けてあげるからそう、クッキーおじさんおるらしいからね、探してねはい、はい、まあちょっと、今回の TGS のアークブースはですね、はい、ブレイブルーセントラルフィクションと、はい、バースデイズの2タイトルが使用可能と。なるほど。てかアークが出るんですね。アークが出ます。地図荒くない、すごい地図だねこれうちのプログラマーが書いてくれた地図で、めっちゃうまいね日本地図。そう、これ手書きでしょ。てかあのさ、あの Google マップでももうちょっと近いでデフォルト、うん、もうちょっと近くのない、もうちょっと近くの、じゃあちょっと出してください。はい出ました。はい出た。いきなり近っもういきなり建物内か。これがまあ階段登って、多分みんなは幕張メッセのなんだっけ、海浜幕張の駅降りて、あーガーッターって来て、あがた言うたね今上がったね。階段登って中央入って、はい、でまあ中入るとまず降りるじゃないですかで右側の方です。ちょっと高いもんね最初。そう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 、右側の方行くとホール2の、さっきメモりましたよ俺。メモったでしょ。ホール2の N の01に N の01アークブースがあるらしいです。なるほど。ホール2の N の01 N の01、まあ入り口の近くだよね要は。入り口の近くがホール2に入ってしまえばまあ近いと。近くね。なるほどね、うん、今回はアークがまた TGS に復活すると。そう、そしてブレイブルーとバースデーの2タイトルがやるということだね。遊べますということです。バースデーはカッコ仮です。カッコ仮か。カッコ仮です。カッコは取れないんだよなで、他にイベントとしまして、はい、アークブースではですね4日間連続生放送と。おう、そんな、おう嘘ついたらあかんで、ね、ありえない。あの視聴者の人こう騙されるやんか。本気と思っちゃうよ。本気と思っちゃうでしょ、うん、本気なんですよ。本気ですか。本気なんですよ。アーク狂ってるな。そうなんですよ。アーク怖い子。これだってまだタイムシート作ってる最中だから。そうだよね。だってえ、だって情報知らないでしょ。情報知らない。知らないんですよ。言ってないですから。4日間って、うん、え何時間？だからな7時間かける4ですよ。28時間。もうエイプリルフールの24時間を超えていく。超えていく。休憩があるとはゆえ。休憩があるとはいえ超えていく。まあ、マジかー。ほぼ小沢くん。出ずっぱりっていうなかなかひどいね。確かに確かに。ということは、うん、俺関係ないから会社で仕事しとけばいいってこと。そう、確かにユージさんはアークナマ関係ないからね。アークナマはね、うん、まあ、たまに選手で出るぐらいだもんね。そうそうそう、あのスタイリッシュで出るぐらい、はい、でも僕らの会社の生放送番組ってアークナマだけじゃないじゃないですか。確かに確かに。これがあるじゃないですか、この夜食クラブという番組が。そう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 、ありますよ昼食クラブが何昼食クラブ。お弁当食べると言われている
え、なんだって。あ、今ちょっと裏方の方で地図消してくれて。はいはい、はい、まあそういうわけでですね、全然俺ご飯食べるだけに行くってこと。そう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 。なんだって。もうそんな演技いいですよ。いや言いたかったよ、言いたかった、これだけが言いたかった。まあまあまあ、今日の茶番はこれやね。最終的なところは、まあね、まあ今のところ決まってるのは昼飯を食うっていうことぐらいで。なるほど。あとあんま何も決まってないんだけど、本当に聞いてないんだよね、まだ。まだ言ってないから。まだ言ってないから1週間前なのに。今俺と小沢くんと広報チームで、どうしよっか、まあ、寝ている、どうしよっか、来週だね、どうしよっかって。もう来週になっちゃったらどうしよっかって。どうするの、俺プライベートの用事があったら。やめてくれよ。ないけどね。会社優先だよ。ないけどね、はい、じゃあ分かりましたよ。はい、まあそういうわけで、じゃあ TGS よろしくお願いします。はい、今ここで仕事の発注したみたいな感じになっちゃった。はい、頑張ります。はい、じゃあそろそろ誰か来るんじゃないかな。来るかな。お、ピンポン鳴ったよ。おかん出てくれ。お母さん。お母さん。お母さんじゃないよね。ようこそいらっしゃいました。はい、いました。まず近くには山田氏が。山田です。あれ、このタイミングでしたっけ。いきなり言われてドギマにしております。はい。はい、まあとりあえずですね。大丈夫？いける？マイク大丈夫？マイク入ってますか？入ってますか？山田君の声入ってる？体に穴が開いてると言われてしまいました。あ、ちょっと、ね、色の服がめちゃ透けてます。撃たれたから、ね。撃たれてます。いろんなもの撃たれて。穴開いたから。心にもダメージ結構きてますけど今。最初からずっとヤシスクラブなのにね。テステス、画面外に、僕のアイコンが出てるんですけど、もうちょい小さくしてもらっていいですかね。これ何のアイコンなの？ファンタジーヒーローです。ファンタジーヒーローだ。ファンタジーヒーローチームでしたから。確かに。4人対戦系の格闘ゲームかと思いましたけど、なんか。あ、そうだね。うん、前回の、夜食クラブ、シェフィー会のポンさんとほぼ同じ感じ、うん。確かに、はい。テンプレートができている。まあ、若干、画面外に吹っ飛んだら、なりそうな感じのアイコンですけど、はいはい、一切関係はないので。ということで。はい、まあ、じゃあ、今回はこの4人で。はい。紹介は後でやります。紹介はね、後でしょうか。今ちょっと、ダイヤから、紹介まだなのって言われたけど、うん、後でやるんで、ちょっと待っててください。というわけで、4人揃ったということで、はい、今回の茶番は、どうして、まあ、TGS だったかというと、TGS が近い、そして幕張メッセ、はい、千葉。某巨大遊園地、ネズミみたいな。ネズミですね。危険なとこ走るね。はい、というわけでタイトルコールをお願いします。はい、じゃあいきます。アークシステムワークス公式生実況、アーク夜食クラブ、友達100人できるかな、夏も終わるが砂漠はまだ暑いスペシャル、拍手。おロゴが、そんなロゴになっているんだ。あ、俺初めて見た。初めて見たよ。さあ始まりますよ。最近結構裏方みんな頑張ってくれるよね。はい、ということで、背景を変えましょうか。はい、背景変えましょう。砂漠になるのかな。そうです。あ、しまった。え、なになに、通ってやろうと思う。通って、あ、今ちょっと手準備してましたよ俺。今日の準備の第一弾だよ。ちょっと言い出しっぺですよ、小田さん。やろうと思ってないな。ということで、まあ、今日のゲームがですね、はい、砂漠のネズミ団というですね、はいはい、舞台が、ね、砂漠ですので、はい、まあ、この暑い中この砂漠を背景に、はい、今日は お送りしようかなと思ってます。うん、ということで、皆さんこんにちは、アークシステムワークスの、うん、進行役をします、はい、アークシステムワークスの、ガトスキ太田です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、そして私がですね、アークシステムワークスのディレクターやっておりますワイズマンエンドです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、皆さんこんにちは、はじめまして、アークシステムワークスの山田です。今回砂漠のネズミ団のディレクターを務めさせていただきました。よろしくお願いします。イエーイ。よろしくお願いします。素敵素敵。はい、皆さんこんばんは。今画面の遠藤さんのこっち側あたりにいます、はい、プログラマーの瀬川と言います。今回の砂漠のネズミ団の、プログラマーを務めました。よろしくお願いします。イエーイ。
頑張った頑張った。インディじゃねえかとか言われてますが、内製です。内製です。頑張って作りました。そうですよ。とですね、今日のゲストはですね、この夜食クラブにですね、ゆかりのある人物2人ですよ。そうですよ。なんでかわかりますか？え？わかんないです。わかんないの？この夜食クラブのですね、山田氏は、はい、初代のサウンド担当ですよ。お、そうですね。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 で、瀬川くんが、映像マン、かっこ天の声をやって、天の声。はい、アート・オブ・バランス界までの映像担当兼天の声でした、僕が。あんだけ煽ってくれた人そうね。そう、煽って、まあ助かってますけど。そう、放送中じゃ分からへんからね、あの煽りは。家帰ってタイムシフト見て、めっちゃ煽られてるやん。あ、まあ画面外からなんかガヤガヤ言うよりも、あのね、天の声としてきちんとテキスト出して、で視聴者にも一緒に突っ込んでもらうっていう感じで、あの視聴者と一緒に楽しんでいきたいなっていうね、僕の気配りですよ。あの別にこういう場じゃないと先輩を煽れないから思いっきり煽っていこうというか、そういうわけではないですよ。決してね。だってそういうわけじゃないんだよね。そういうわけではないです。普段から結構煽ってるよ。そっかな。全く記憶にございませんな。中なんとかさんとかがさ、煽られてるか。あー、中なんとかさんは、うん、まああのね、僕が初めて入社した最初のプロジェクトがファンタジーヒーローで、あー、はいはい、でもうそのから、うん、そこからずっと長い付き合いが長いんで、結構もうお互い分かってる部分っていうのはあります、ね。もう年なんて関係ねえ。年なんて関係ねえ。あの荒波を一緒に越えた、そうそうそう、仲間だから。確かにね。ということでですね、まあ今回、まあ、ここに機材班がおるってことは、はい、今やってるのが2代目ですよね。2代目機材班です。2代目どう、大丈夫、映像マン大丈夫、ヤマいける、ヤマとか、ヤマヤマとか言ってますね。ヤマっていう返事は、ね、大丈夫、お大丈夫だし、大丈夫という、サウンドも大丈夫というセリフが返ってきましたよ。もうあのセットアップの時にはこの世の終わりのような顔してた。そうそうそう、いつも使ってるさ無線のマイクはダメだったんだよね。やばいやばいやばい、あと5分しかない。そうね、今回あの初代サウンド担当の山田くんが、まあ、前回前々回ぐらいからですかね、ちょっとずつ2代目に引き継ぎを始めてたんですけど、ね、で今回山田くんが出演ということで、まあ隣にサポートとしていないって初めて知った時のサウンド担当の顔はすごかったですからね。この世の終わりやからね。大丈夫、彼女は大丈夫っていけるから。大丈夫、もうね、2、3回放送すれば大体慣れてくるから。もう性別ばらしていく感じですか。はい、ということで。おっと、はい、ということで、今日はですね、はい、3夜、アークシステムワークスの3夜連続生放送の2日目ですよ。はい、2日目。そんなことよりも。そんなことよりもね。はい。この2日目はですね、夜食クラブで、はい、昨日がアーク生やったんですけど、昨日小沢くんが頑張ってくれましたね。小沢くんが TGS のいろいろなんやかんや言ってましたが、はい、アーク生見たって人いるかな、いるかな、いるんですか。昨日アーク生見てくれた人、俺も見たよ、家帰って。お、はーいって。あ、俺ももちろん見ましたよ。素晴らしい。俺テンパってたんで見てないですね。結構見てくれてるんだ。明日も見るよって。そう、3夜連続やからね。そう、明日は新番組なんでね。そう、言うもん。え、まあ後で最後にまた告知するけど。俺かっこよく言いたかったんですよ。いやいや、もうだって乗ってるしさ。確かに、リリース出しましたね。はい、はい、ということ で、 あとコメントで何時間今日放送するのみたいな流れ。あ、今日はですね2時間いきます。そう、昨日は1時間で、はい、今日は2時間、明日も1時間だけど今日だけ2時間。今日だけ。なぜなら俺らは適当に喋るから。そう、ゆるい番組だから。しょうがないよね。しょうがないです。はい、ということでこの夜食クラブですね、まあ、どういった番組かと言いますと、はい、友達の家に来たかのように、夜食を食べながらみんなでゲームを遊ぶという番組をやってます。いい番組ですね。そうです。そして番組の最終目標は友達を100人作ろうと。はい、いや今までだいぶ友達が増えたと思いますよ。なんとなんと13人。13プラス、あの GG2 をやってる人たちを友達と取るかどうかって聞いてないんですよ。友達って言ったじゃないですか、前の放送で。ちょうどそこにあの GG2 勢1人いますけど。友達だよね。
おお、じゃあ、じゃあ17ですよ。もうあの全員入れて、全員入れて、あの代表者意見として、フレンド申請が。だってほら、一番強いから。あ、確かに。あの人が一番強いから。確かに確かに。だって、どんどん入れていかないと、100に集まらないよ。なんすか、その意味なんすか。100の0ね。あ、100の0。金にならないよ、君の。100の0だよ。はいはい。はい、ということで、まあ、今日ですね。はい。まあ、夜食そんな番組になってまして、はい、上の方にですねフォームを出してもらっていいですか。はい、はい、アーク夜食クラブのですね、はい、お便りを出せる、フォームが用意してます、はい、番組中でも送っていただければ もしかしたら拾うかも拾うかもしれません、読ませていただくかもしれませんので、はい、ぜひどんどん、送ってみてください。メールお待ちしてます。はい、ということでですね、今日先ほどちょっと言いましたが、はい、遊ぶゲームがですね、はい、砂漠のネズミ団を 3DS ダウンロードで配信中の、はい、砂漠のネズミ団、あのすげえ人気の、そう、あの今流行りの流行りの、うん、あのゲームですね。某番組でも紹介された、はい、あ言っていいのかわからないから某番組って言うとくけど、ありがとうございます、はい、直接ご紹介いただきました、はい、ありがとうございます。もうすぐ配信やったから、ね、終わってからさっきなんかランキングでなんかセールスのランキング1位、週間ランキングで、はい、1位、ランキング1位ですよ。なかなか取れないよ、なかなか取れないよ、ネズミに勝ちました。おい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 、それ以上あかん、それ以上あかんということでですね、はい、まあ2時間やろうかなと思ってます、はい、じゃあまずですね、うん、ネズミ知らない人もいてると思うので PV を流そうかなと思います、はい、じゃあいいですか、良い、大丈夫ですか、よ、大丈夫ですか、2代目大丈夫、大丈夫ですか、どうぞどうぞ。アークシステムワークス、砂漠のネズミ団。移動要塞砂漠船の朝は早い。砂漠の惑星の一日が今日も始まろうとしている。砂漠船を訪ねると、この船の住人であるネズミたちがいた。ブリッジで運転し、キッチンで食事を作る。ファクトリーは轟音を上げる。朝からネズミたちは忙しく働いている。ネズミたちが歓声を上げた。砂漠のお宝を拾ったようだ。それは一見役に立たないスクラップだが、彼らにとってはお宝なのだ。拾ったアイテムは加工して部屋の建設に使ったり、砂漠の拠点でお金に変えたりしてネズミたちは生活している。しかし砂漠の旅路は毎日が同じものではない。行き倒れたネズミを助けたり、オアシスで水を補給したり、時には船に危険が迫ることもある。凶暴なデビル猫の襲撃だ。ネズミたちは戦闘配置につく。弾薬を手に砲台へ走るネズミ、リペアキットを手に修理に向かうネズミ、砂漠にあふれる脅威に対してネズミたちは一致団結して立ち向かう。我々は彼らに尋ねてみた。ネズミ族に代々伝わる幻の土地、黄金郷。彼らの旅の目的はその黄金郷を見つけることだったのだ。さまざまな出会いを経験し、多くの危険を乗り越えて、彼らは今日も生きている。移動要塞で旅するシミュレーションゲーム、砂漠のネズミ団、任天堂 e ショップにて配信中。なんだこの
いい雰囲気のゲームはね、すごいいい雰囲気だね。黄金鏡って近いね。チューチューって言いながらね、聞いてみた。黄金鏡ってあそこいいわ、あそこの部分大好きやわ。はい、ということでですね、はい、ちょっと押してるので、はい、サクッといきますが、そうですね、このネズミなのですね、せっかくディレクターの来てもらったので、うん、ゲーム紹介してもらおうかなと。はい、はい、お願いします。はい、まあ、ほとんどさっきの PV で見れば分かると思うんですけど、はい、砂漠のネズミ団は、まあ、この背景のような砂漠の惑星に住んでいるネズミたちを率いてですね、巨大な移動要塞砂漠船に乗り込み、砂漠に散らばってアイテムを集めながら砂漠を旅していくゲームですね。で、まあ、砂漠には、まあ、アイテムの他にも敵やイベントとかがいろいろ散らばっているので、そいつらを倒したり、いろんなイベントでさらに強力なアイテムを手に入れたりしながら進んでいって、で、まあ、砂漠の移動要塞砂漠船の中には拾ったアイテムを使っていろいろな施設を建てられるので、それで砂漠船をどんどん強化していって、さらにいろんな素敵なアイテムが散らばる砂漠の奥地へどんどん進んでいくというゲームになってます。なるほど、目指せ黄金鏡。はい、盛りだくさんなゲームだね。盛りだくさんですよ。で、ちょっとここでですね、不具合の情報を告知させていただきますかね。すいません、ゲームの後半である特定の場所でセーブすると、そのセーブデータから進めなくなっちゃうという不具合が報告されております。で、大変申し訳ないのですが、まあ、詳しくは、ネズミ団の公式サイトかアークの公式サイトにアクセスしていただければ、今トップに、そこの不具合情報へのリンクが載ってると思いますので、まあ、これから遊ぼうと思っている方や今遊んでいる方は一度ご確認いただければと思います。本当に申し訳ございません。申し訳ないございません。ただいま、まあ、そこのプログラマーの瀬川君と僕とで、一生懸命、修正作業の方やってますので、はい、まあ、いつになるか確約はできませんが、できるだけ早く、パッチとかリマスターとかの方、お届けできるように頑張っております。頑張れ頑張れ頑張れ。すいません、申し訳ないです。俺らは応援します。ありがとうございます。応援することしかできないんで、応援することぐらいしかできないんででも直すと、はい、いうことですよ。まあ、はい、お急ぎになっちゃうんで、ちょっと修正以外のパッチはできないかなとは思うんですけど、一応、まずはね、はい、はい、わかりました。はい、はい、ということでですね、はい、今日は遠藤さんにプレイしてもらおうと思うんですが、はい、その前にですね、はい、夜食クラブなので、そうですね、夜食もう20分過ぎちゃったから、そろそろ出さないと、もう中も空いてきた頃だし、はい、じゃあ超腹減ったんですけど、それを取ってください。はい、もうさっきからすげえいい匂いが今日は砂漠のネズミ団ということで出しますか。というわけで開けました。ピザー、ピザー、ツモ、まずツモ、まずツモ、これは、なんと開けないと、なんか、いや、分かんないかな。まずツモですか。じゃあ、それもちょっとボリュームだけを見せたいから。そう、あ、なんかクーポンついてますよ。それは安くなるからね。クーポンがついてますよ。まだまだあるよ。どんだけ買ってんすか、まだまだあるよ。まだまだ、はい。まあ、よく漫画とかアニメであるじゃん。いや、やっぱりこのボリューム感でしょ。ボリューム感がね。いや、やっぱディレクターが隠れてる。山田くん隠れてるから。ピザで隠れれるなんてなかなかないよ。ないっすよ。よし、じゃあ食べよっか。まだか。そう、あ、ルール説明するよ。ちょっと今回はルールに絡めた食べ方をしようというね。はい、ですね、今日のね、プレイのルールを紹介します。はい、じゃああれ出せますか。はい、あれバン、お、なんかゲージが出たよ。あ、画面の左に、ね、一体何のゲージなんだ。はい、これはですね、うん、遠藤さんの腹ペコゲージになります。おお、勝手に視覚化しました。はい、このですね、砂漠のネズミ団は、はい、ネズミがですね、はい、それぞれお腹空いちゃうと死んじゃうんですね。おお、かわいそう。そのルールにのっとって、なるほど、遠藤さんの腹ペコゲージも出して、はい、ちょっと管理しようじゃないか。あ、よかった、俺のアイコン小さくなった。はい、別になくなっても遠藤さんは死なないけど俺は死なないけど動けなくなっちゃう、まあ、動けなくなっちゃう。まあ、他のゲームでいうところのイグザードのシンみたいなもん。あ、そうです、シンくんのカロリーゲージ、カロリーゲージみたいなね。キャロリーの、キャロリー、久々が出ないみたいな。そう、ワイズさんの、うん、キャロリーゲージ。
ですね。はい、はい、ということでこの、まあ、このゲームをやりつつですね、はい、徐々に減っていくので、うん、このピザを食べながらですね回復させて苗字あのゲームをしようじゃないかと、はい、単純なこのパクじゃなくてオマージュをした腹ペコ芸人になってます、はい、なるほど。燃費悪すぎ言われてますけどいやもうだいぶ減ってきてるね大丈夫？確かにもうかなり減ってますよ。まあ遠藤さんにね、あのあんピザが好きじゃないけども、はい、でも頑張ってもらうから。はい、わかりました。ピザ好きじゃないですか？マジですか？あのですね、ここで一応言っときますと、はい、僕はパンがダメなんですよ。ほう。ご飯じゃないとね。ご飯じゃないと。なるほど。パンは、まあ、お菓子としてたまに食べるぐらいはするけど、はいはいはい、やっぱご飯といえば白飯でしょ。あ、それはちょっと僕もそうは思いますけど、ね、ピザとおにぎり用意した方が良かった。だおにぎりを買おうかなと思ったんだけど、すげえ時間なかったの。うん、そうね、今日はね。今日買うつもりやったんか。買うつもり。どんだけ食うねん。だってみんないつもこれなくなっちゃうじゃん。なくなるけど、うん、ピザ置かずにさ、うん、ご飯を食わない。でもご飯を食べたくなっちゃう年頃なんですよ。クレイジーだね。クレイジーボーイだね。クレイジー。はい。でもやるよ。時間ないんだから。はい。はい、はい、ということで今日遊び画面にじゃあしましょうか。画面切り替えましょうか。はい、とりあえず一切れ食べるみたいな。ごめんなさい。手が一回ご飯遠藤さんにちょっと減ってるから。あの遠藤さんのちょっとカロリーゲージ回復するわ。じゃあこれ一個開けて。これ全部一緒なの？ちなみに中身。違う。あ、違うんだ。全部違うんだ。でもこれにしよう。うん。わかんない。ランダムだね、完全な。いや開けて。開けまーす。じゃあすいません、ディレクターさんやってください。開けまーす。もう虫ないんだって言われてますけど。じゃあ、おこれは何なんだろう。肉、とりあえず肉。ギガミートや。ギガミート、あー美味しそうや。よかった、引いたね。よかったね。ミート引いたね。じゃあスポンサーでもついてんのかみたいな。みんなで食べよう。いやドミノさんにはお世話になってますから。個人的な個人的にお世話になってますから。はい、じゃあとりあえずみんな一個ずつ。あ、みんな一個ずつ。はい。じゃあいただきます。じゃあ食べます、ね。ガヤの方もどうぞ。ありがとうございます。あるで、チキンあるで。むしろあの取りに行くと映っちゃうよ。8枚あるからガヤの人にも食ってもらわないとやばいんですよ。いただきます。うん、いやみんな来ることを前提で注文。これあれじゃない？この放送見た人が食べに来たんじゃない？来たよ。何人かが。じゃあなんか一個あげて。すごいね、この放送下の階で見てるヒトラーがこう残業してる組がね。じゃあこれじゃあうちダウンロード中に、ね、あそこらへんなんかちょっと食べたらちょっと食べたらその辺の椅子の上置いといてくれよ。ですいません、クッキョウジさんお願いがあるんですけど、スプライト冷やしてるんですよ。うるせえよ。スプライトとコップをお願いします。美味しい。そうだよ。もう食べてる間さ、何もできないね。あのさ、回復少なくない？ピザ切れであんだけしか回復せんの。満タンにしてあげよう。お、もうどんどん回復してるよ。回復した。いやるね。今ね聞いたら人力らしいですよ。そうです、ね、もちろんですよ。だから好きに変えれるってことですか。まあ、言ったけどこのゲージ時間とともにだけども、うん、俺の裁量でも減っていくから。まあ結果的にはユージだったりあっちのバックグラウンド側で勝手に順位操作されるわけです。あとゲームのイベントによっても減るかもしれない。うん、うん、おいしいよ。ピザうまいっすわ。これもそうだよ。え？あの総務の入り口にある。ちなみにね、このカロリーゲージの減り方はですね、基本的に、10分で満タンからゼロになるようになっています。で、この10分で満タンからゼロになるっていうのは、実際にネズミ団もゲーム内で6秒で 1%減っていく感じで、だいたいそれが10分ぐらいだ、うん、なるほど。あんまり聞いてなかった。まあ要するにゲーム内のネズミと同じスピードで減っていきますよ、うん、
まあ、今回俺らネズミになったつもりでやるからね。はい、ティッシュある？ウェット、ウェットで。ウェット、ウェットじゃないよ。あ、じゃあ。よしさん、すみません。ちょっと、テレビの裏にあるティッシュを取ってもらっていいですか？すみませんな。さあ、やろっか。はい。回復したし、もうちょっと減ってるけど。もう減り始めてんの？もう減ってるけどさ。まあでも1枚目は終わらないよ。めちゃめちゃ美味しかった。あ、ありがとうございます。さあやろうやろう。なんか画面界で中なんとかさんが悪ふざけしてるよ。はい、じゃあ画面切り替えてください。はい、じゃあちょっと待ってる間にスプライトを。はい、うんめピザ、うんめ。よし、まだあるよ。あるよ。ありがとうございます。さあというわけで今画面外にはね、みんなよく見たであろうタイトル画面が映っていますが、エンさん初見プレイだよね。俺完全な初見なんですよ今回。ということは、じゃあ今回遠藤さんがプレイして、うん、俺もあんまやってないので、うん、俺と遠藤さんがわちゃわちゃ言いながらやろうか、うん、それをディレクターとプログラマーが、はい、突っ込むという形で。なるほど、ね、あのディレクターに裏話をいろいろ聞きつつ。あ、そうそう、なんかね、あの社内からも、はい、こんなの答えてくださいっていう質問とか攻略情報欲しいみたいなのがあるんで、はい、ちょっとその辺適当にどっかで挟みつつね。大丈夫、話してるとずっと減っていくからね、カロリーが。え、進めていいの？いいよ、どうぞ。じゃあ始めます。スタート、始める。うえー、あ、なんかすごい。もうさ、ゲームオーバー。いや壊されたじゃないか。やっちまったな。喋って。今瀬川君が言ってるから。こっからじゃ画面見えないんですけど。大いなる災いが、あの砂漠の主が現れ、わしらがふるさとたる年寄り船を砂漠の地へと返してしまった。帰してしまったじゃないですか。あ、帰してしまった。見えてる見えてる。残ったくず鉄を集め、新たに船を組み上げたはよいが、再び砂漠へと船出するにはわしらはくたびれすぎた。若者たちを青二歳どもよ、あの黄金鏡を求め独り立ちしなければならない日が来たのだ。砂漠船は我ら砂漠船は我ら一族全員がその生涯を送るにはひどく狭いのだから。画面外で中なんとかさんが超笑ってますよ。砂漠を旅しお宝を追い求めてこそ我らがネズミ族。う、行け、う、この船で砂漠を行きたくましく生きていくのだ。おお、わかった。どういうストーリーか。わかった。なんかとりあえずまとめて、産業にまとめて。ネズミ族が旅する。うん、2行や。2行。じゃあ余ったな。まさかの黄金鏡のワードも出てけんかったな。何、エンジンがないから船が動かない？おう、砂漠船を動かすには動力を供給するエンジンと目的地を決めるブリッジが必要だ。うん、その辺にエンジンのパーツが転がっとったような。おう、お、始まった。そうです。基本的に画面の、うん、右下のやつが、うん、あ、まあ、エドさんは下だけど、うん、みんなが見てる右下が下画面の、はいはい、左が、上画面の絵になってます。まずエンジン作ろう。下画面の左下にある建設ボタンをタッチすると建設できる部屋が表示される。あ、ちょっと棒ないですか。ないね。棒ない。あー、え？ボールペンでして。倉庫を選んで1階の端っこに建設してみよう。はいはいはい。おう、まずこれを選んで、そのアイテム建設を選んで、選んで倉庫を選んで端っこにポチッと。お、そうするとこう、はい、ネズミが勝手に材料集めてくれてるよ。お、こうやってこう可愛いよね、このネズミが。トンテンカンって。トンテンカン、僕が待ってれば待ってれば大丈夫ですね、はい。早送りしたいときはね、建設中っていうのが、うん、はい、ネズミの中にかけてるみたいな。はいはいはい。お、そんなギャグが入ってるわけですな。まあいろいろ。はい、倉庫が完成しました。倉庫があればネズミたちは船に散らばったアイテムを自動でしまってくれるぞ。やった。やったじゃん。
働くね、うん、しかし船の2階にもアイテムがあるようだ。ネズミが2階に移動してアイテムを選べる運べるように1階にはしごが必要だ。はしごアイテムなしでも建設できるぞ。このバスは2階建てですか？2階建てですね。とうとう俺にペンが来ましたよ。サクサクと言って、はい。で建設で、じゃあ今度ははしごですな。はしごですね。まあちょっと隣で行く。はい、えさんワイプに遠藤さん全然映ってへんからね。あじゃあちょうどこのカレンダーのあのケーブルの都合上ね、しょうがないんですよ。はいはいはい、はしごできたよ。ネズミは船のフロアを自由に移動できるようになった。2階にあるアイテムを回収できるぞ。こそこそ。こそこそ。お、家具がいくつか出てきたの。俺も腹減った。やったー。あ、大丈夫かな。どうせ必要になるじゃろう。取っておきなさい。えさ、カロリーゲージがもうやばいなってきたね。そろそろ1個いく？これ、俺大変じゃない？あ、シーフードか。あ、シーフード。いいよ、別にシーフードでも。シーフードでいいよ。シーフードでいいよ。俺食べてる間このゲーム止まるんだけど大丈夫？いや俺やる俺やる。まあ10分で 100% から0になるってことは、うん、大体1時間で6回、はい、6回だね。ベッドもらった6機ですよ。まあ6機でぐらいだったらいけるかな。マイクベッドもらった。はい。ネズミが休憩するために、寝床が建設できる。ユージの声は入ってないみたいだよ。イエイ。結構ね、マイクを意識しながらね、やるの大変なんですよね。いつもワイヤレスやから、うん、はしごもあることだし、2階に建設してみよう。寝床は、寝床を選んでみよう。お、建設で、寝床、部屋建てる、うん、2階に。お、もう、あれですよ、はしごからすぐ寝床行けるように。お、いいね、この場所ですよ。建設中、建設中、待つしかない。まずなんか早送りがある、はい、こういう時は画面下の三角が3つ並んだボタンを押せば早送りできるんで、うん、寝床完成した。疲れたネズミは寝床に行って休むぞ。やったね、うん、ネズミは一旦決めた寝床を使い続ける。寝床をたくさん建設すればネズミは勝手に増えていくぞ。なんで増えるんですか？これね、いろいろな人からネズミどうやって増やせばいいんですかみたいな質問が結構来てるんで、増やし方こっそり教えますと、同じタイミングで2匹以上のネズミがベッドで寝てるとどんどんネズミが増えていくという。不思議だね。不思議ですね。なんか急に見知らぬネズミがね、おぎゃーとか言ってるね、はい、まあいろいろあるよね。ガサゴソガサゴソ、うん、あった。何が？これだけあれば大丈夫じゃろう。エンジンもらったよ。お、動き出せるんじゃないこれで。お、さっきと同じようにエンジンルーム建ててみよう。うん、建設、うん、エンジンルーム。ここしか選ばないのか。そうっすね。早送り、早送り。お、これ一切れ食べたから。いいよ、わちゃわちゃ動いてるよ。回復した？回復した？あった。じゃあ、はい、もうここまで入ってる。あれ、ここない。途中から食べてる時しか回ってくんないんだ。お、エンジンルーム完成したよ。お、たくさん立てればより船のスピードアップする。ブリッジ。アイテムは必要ない。先ほどと同じように建設ボタンをタッチしてブリッジを遊んでみよう。すごい親切だね、このチュートリアル、ね、意外と長いんですよね。はい、じゃあここで必要なことが多いんだもんね。そうですね。早送りして、早送り。あ、もう3段階もできる。立てますって。ブリッジが完成だ。立ててって。ブリッジをタッチするとマップ画面が開く。船の進む目的地を決めるには行きたい拠点を選んでタッチしよう。お、準備が整ったようじゃな。お、それじゃあ改めてエンジンをタッチしてエンジン起動。はいはいはい。でブリッジをでスタート。んまず待って待って、エンジンをタッチして、エンジン稼働、稼働、エンジン火入れて、はい、火を入れると。ネズミの名前って決まってるんですか？お、質問が。ネズミの名前決まってるんですか？結構ランダムですね、これは。結構ランダムなんですか？結構ランダムです。最初のやつもランダムですね。マップ、マップ、どうした？どこ行く？ミューって書いてあるとこ行けばいいのかな、はい、そうっすね。さっさと行こう、こんなとこおさらばや。決定、決定みたいな。これいい、
いや。なんでや。引きこもるな。出発出発。お、かっこいい。帽子かぶって。全速前進出発進行。ヨーソロー。あ、ヨーソロ使う？言いたかった。ヨーソロは俺あえて使ってないのに。お、内緒ってやつじゃな。俺はわしからの選別じゃ。みんなには内緒じゃよってやつじゃな。高級そうな金時計ですね。もう売ろう。売れば1万ドルぐらいになる。もうだ、もういいや。これだけでいいや。1万ドル？ 1 万ドルだよ。1万ドルってすごいよ。桁的に。これすごい壮大なストーリーですな。いやでもここまでをまとめてストーリー。うん、え？今バーって飛ばしてるから。あ、飛ばしてるんですか。そう、あんま全部言うと時間食っちゃうかなと思って、はいはいはい、とりあえず、うん、砂漠の主に襲われてしまったと、うん、タイトル画面ででかい船を壊してたやつが砂漠の主なんですけど、あいつに襲われて、うん、住むとこがなくなったから、うん、ちっちゃいボロ船にちょっとな若者を詰め込んで、うん、ちょっとわしらもうしんどいから、おむしらだけで生きていくんじゃ、独り立ちするんじゃ、ね、うん、まあ黄金鏡を目指すってことや。目指しましょう。要はキャンピングカーっすよ。キャンピングカーね、いいよね。雰囲気、曲合ってるね、ほんと。そうっすね、曲はいいもの作ってもらいましたね、これは。作ろう。作らんと何も変わらんよ。クリエイトしようよ。まだいいんじゃないですかね。はい、結構アイテム拾うだけで。あ、お、ローファイスクラップをいくつか拾った。一番最初の基本になるアイテムですね。ローファイスクラップが基本的なやつね、はい、うん、まあ、このアイテムだけ集めても意味ないですけど。はい、Aさん、だいぶゲージヤバになってきたね。何の？あ、俺の？お腹すぐ減るな。もう俺それなんかちゃうないこれ。まだ始まって15分ぐらいしかなってないのに。すぐ減るんだから。溜まってきた。中に貴重なパーツが紛れているはずだ。船にワークベンチを立てればスクラップからアイテムをサルベージできるんだけど。おや？今まで拾ったスクラップからワークベンチが立てられそうだ。はいはいはい、よし。このワークベンチには何ができるんですか？今拾ったスクラップからいろいろなアイテムを作れるんで、じゃあちょっと試してみましょうか、はい、ワークベンチを、まあ、船の今度はどこに立ててもいいんで、好きなところに、好きなところにどうぞ。お、男らしいね、もう真ん中に、真ん中、ど真ん中に。これはこれは後々の苦労が予想されますね、この配置は。俺ね、一個隣にしようと思ったのにうっかり真ん中にしてしまったんですよ。なるほど、うっかりさんで。夕方になりました、ね、建設が終わったみたいですね。じゃあワークベンチタッチしてみましょうか。ワークベンチをタッチだよ。はいはい、うん、でこれタスクの追加ってボタンを押すとですね、まあいろいろできることがこのように書いてあります。で、まあここでヒントなんですけども、まあ最初は鉄板、ネジ、鉄パイプ1個ずつ作ってみると一番最初の拠点で役に立つかなと思いますね。はい、1個ずつ作ってみましょうか。これで、まあそのままウィンドウ閉じれば自動で勝手に作ってくれる、はい、アイテムクラフトが。懐かしい。え、あ、ゲージが、ユージ、あ、ゲージが、やばい、食べて食べて動けなくなっちゃうよ。じゃあ1枚いただこうかな。このペース持つか。このシステム大丈夫ですか。しょうがない。遠藤さん、あれだよ、遠藤さんのお腹は俺らのお腹ともつながってるから。え、俺らが食べても回復するという噂だよ。俺さっきから超食ってます。大丈夫ですか。ちょっとあれじゃない、先走りすぎじゃん。腹減ったんすよ。この星で一番さびれたガソリンスタンド、ウィンターズ補給デポが見えてきた。拠点に着きましたね。拠点だね。ここでアイテムを買ったりできると。うん、おーい、そこ行く砂漠船、頼み事があるんだけど聞いてくれない？なんか猫みたいな人出てきたよ。
猫みたいなやついますよ。ネズミといえばね、はい、猫でしょ。敵対してないの？大丈夫？まあ言えない感じなんだ。まあそういうやつもいるさみたいな感じで。しかもないよ、はい、ヘトヘトやでもう。この猫、今話しかけてくれた猫、初期設定ではベジタリアンの猫みたいな名前ついてましたね。はい、あれマジでそんな名前ついてたっけ？ついてましたよ。菜食主義者の猫っていう。燃料までいらない。クエストや。で、さっき作ってた鉄板、ネジ、鉄パイプがここで役に立つわけですね。じゃあ引き受けましょう。はい、はい、そして納品、納品できるやつありませんかね。納品できません。諦めません。諦めません。後で作ってからまた来ましょう。全部受けときましょう。あ、なんかここで待つみたいな選択肢もあるんですか？ありですね、全然。じゃああいつらが、まあ、あれなんだね、作ってないんだね、まだ、うん、今頑張って。俺工業でやからこのマスク懐かしいよ。あ、何やんのそれ。やるやるやる。実際こうアーク溶接の時使う。アーク溶接？そう、アークの溶接。もう高校生の時あれかっこいいなってずっとつけてた。全然つけて暮らしてた。あれ僕の記憶が正しければあの黒い部分からほとんど見えないっすよね。作った。早送りすればいいんだね。早送りすれば大丈夫です。ただ拠点の上で待ちすぎるとどんどんお腹減っていくんで。そうですね。特にあの遠藤さんの、はい、遠藤さんのカロリーゲージが減っていくんで。ちなみにネズミのライフはあの上の50ってやつ。これは船のライフですね。上画面の青いやつが船のゲージですね。はい、船のゲージ。でその下の赤いフューエルってやつが燃料ゲージです。あれがゼロになると動けなくなります。なんか渡された ら急に画面が違う。じゃあマーケットとか見てみます、はいはい、さっきもらった金時計売ってみますか。あれいいの？いいっすよ、いいっすよ。いいっす、俺じゃあピザ食べとくわ、エンドさんのために。まだ片身の金時計、下のタブをウルウルになってウルになって、何ぼ？ 1000 にしかない。おかしいよ、さっきなんかすげえ高い。1000万ドル言うてたね。ぼったくられてんじゃん。いいの？打てえの？いいっすよ、いいっすよ。足元見られたな。うまい。あの猫。あの猫が運営してんの？まあ、そういう設定ではありますね。あとは？特にいいじゃないですかね。多分今チーズとか結構持ってると思うんですよ。噂話聞いとけばいいんじゃない。噂話をタッチしよう。はい、噂話ではいろいろな情報が手に入る。酒場でたむろしている連中に一杯おごれば新しい部屋を建てるのに必要なアイテムの処理が次に進むべき拠点の位置を教えてくれるんですよ。1個ぐらい聞いとく。1個ぐらい聞いときましょうか。もうダメだ。なんでしょうねこれは。砂漠を旅するときにもうダメだってなるのは、一つは餓死、一つは燃料切れ、一つは強敵に出会ったときだ。ネズミは全員死んでしまったらそれでおしまいだ。砂漠の真ん中で立ち往生したら、なるほどなぁ、なるほどなって言いながらスクロールしたキーでできますね。 あの十字キーの下とか。あ、十字キーの下ね、はい。ネズミは全員死んでしまったらそれでおしまいだ。砂漠の真ん中で立ち往生したら匂いを嗅ぎつけた砂漠の主に襲われてしまう。オープニングみたいな感じですね。あ、強敵との戦いで船が傷ついて沈んでしまってもおしまい。ゲームオーバーになると始まりの地に強制的に戻されてしまう。また、うん。ああ、でもね、マイクから離れるなって言われた。あ、こうする？これでいける？ゲームオーバーになると始まり、あ、これ言ったな。また修理費用やら何やらで全財産が半分になってしまうぞ。なるほどな。なるほどな。なるほどな。はい。まあでも分かりましたよ。ここのチップスに関してはとりあえず今日は山田くんがいるからね。そうです、ね。俺らにはチップス山田がいるから。チップス山田。確かにチップス山田、俺は大丈夫。はい、行こう。もうこんなとこ用はないよ。ぼったくられたし。でもなんかまだあるんだよ、チュートリアルが。燃料大丈夫。いっぱいあった。
じゃあ行く？そうですね。燃料も満タンだしもう行っちゃって大丈夫ですね。はい。じゃあ拠点で、あ、拠点じゃねえや。拠点じゃないよ。あれか。ブリッジを。ブリッジ行って。タッチして。マップ？マップっすね。ここ行く？次行ってみましょうか。学んでるね。学んでますよ。拠点平原の女王号へ向かいますか？はい。はい、ここはもうあれだよ。出発。時計取られただけだよ。取られたっていうの自ら売ったんだから。いやいやいや、10分の1ぐらいの値段でしょ？10分の1でもないな。うん、昔は1万ドルくらいしたんでしょうね。なるほどね。ね。おじいさんが騙されたのかな。うん、なんか作らなくていいの？じゃあなんか作ってみます？なんか作れんの？はしごしか作れねえや。残念。あ、ワークショップで作ればいいじゃん。ああ、そうかそうか。はい、じゃあワークベンチで下の方見てみましょうか。うん、何やらアップグレードというものがありますが、はい、このプラスマークついてるやつですね。はいはいはい。でこの辺どんどんアップグレードをタスクでやっていくと作れるアイテムがどんどん増えていくので、はい、でその辺のアップグレードに必要なアイテムをまず作るといろいろ便利ですね。何が必要なの？何する？最初のおすすめは解体工具の増設ですね。めっちゃやってるやん。もうめっちゃやってますけどアイテムないんでこれ実行できないですね。なんだよ、はい、このまま止まっちゃいます。じゃあキャンセルキャンセルしといて、これもじゃあキャンセルでキャンセルして、そんなアイテムないでしょ。ちょっとあの2つ目ぐらいの時は言って。はいはいはいまずじゃあ解体をしたいから、解体工具のその必要な素材なんなの？鉄板、ネジ、鉄パイプだから、もうちょっと作ればいいのか。そうですね、それぞれ2個ずつ必要なんで、ガンガン作っていきましょう。はい、どんどん、どんどん回していこう。ネズミどんどん回しとかんと。よし、これで OK じゃん。早送りや。おや、コンテナが落ちている。なかなか年代、ね、年代物のようだけ ど意外ときっちり蓋が閉めてある。なんでしょうね。ということは開けた、いきなり合成チーズだやった考えの間もなく開けたねいやいや、俺ただ丸ボタン、あ、A ボタン押してるだけやで開けたんや、それね。うん、そろそろネズミと遠藤さんの腹が減ってきていますね。あ、ほんとだ、ユージ遠藤さん、ちょっと俺シーフードそろそろわがままな。あーだって、よし。でもほら、エドさ ん食べながらでも車は動いてるからね、いいゲームですよ。エド食べながらでもできるってことでしょ。これが砂漠のネズミなんでしょ。お、またイベントですね。ムググググ、ギター折れたネズミだよ。どうする？こいつも腹減ってるよ。どうしましょうか。いやもうそれは上がさっき拾ったチーズあげる、うん、下が食料なくなるかもしれないから、うん、置いていくしかない。置いてしまえと。仲間しよう。仲間する？うん。じゃあげる？優しい世界ですよ。助かったー。増えましたよ。無駄飯じゃないから。カロリー。あれ、あと何箱？もうないよ。おや？さっき拾ったネズミはスキル持ちですよ。スキル持ちのネズミを拾いましたね。このスキルは何種類ぐらいあるんで？物を作れる施設と同じ数だけスキルはありますね。ワークベンチのスキルが得意になったり、工場、まあこれからあと工場とかラボとかプラントとかいろいろ生産系の施設が出てくるんですけど、それぞれスキルを持ったネズミが登場しますね。放置しとけばいいんでしょ。またイベントが。やつぎ早に。またおるけど。どうします？仲間にしたれや。わかりました。わかりました、船長。もういっぱいいっぱいですよ。寝床2つしかないもん。スタミナっていう要素もあるんだ。そうですね。タスクをどんどんこなしていくと、スタミナがどんどん減っていきますね。ヘッドヘッドって言ってるよ。お、寝てる寝てる。なんかベッドを中井さん作る。ベッド作る？眠って。ベッド作るために必要なアイテムがまだまだ先でしか手に入らないんで。あ、じゃあ
今はちょっと難しいかもしれないですね。寝れない。いや、これベッドイラストには2枚ですけど、うん、4匹まで入ります。ああ、これは疲れた。うわうわって思うな。地雷だ地雷だ、やべえわ。要素が多いね。そうですね、そうですよ、多いっすよ、はい、めっちゃ泣いてるけど、ワークめっちゃ、あ、泣いてる、はい。まあダメージ受けた時もこんな感じでネズミは自動で直してくれるので、できるだけネズミ増やしておくとたくさんのダメージにも対応できるから、防御力上がるみたいな感じですね、ネズミが増えると。すぐに回復してくれるとね。ギフチップなってたな。おっと、おっ、着きましたよ。はい、着いたから、はい、着きました、はい。でここら辺でもうブリッジ見ても次行ける拠点ないと思うんですけど、はい、見てみましょうか、ブリッジ、はいはい、でマップ開いて、もうここから先進める拠点ないんですけど、ないですね、うん、この拠点で噂話聞けば次の拠点がアンロックされますね。ああ、なるほど。じゃあ先おごったるんだよ。そうです、拠点行って噂話で、はい、いっぱいおごってあげましょう。いっぱいおごったろ、うん、どれ行く？新たな目的地、それや、この噂を聞く。50円とか遠く目を凝らすとうっすら棒切れみたいなものが見えるだろう。あ、1行目があったね。いいよいいよいいよ。昔はピカピカ光ってたんだ、あれ。船はあれを目指して進むものらしいよ。進むあてがないなら行ってみれば。なるほどな、なるほどな、もうなるほどな。部屋の建設とかもどう、聞いといた方がいい。そうですね、先に聞いとくと後々便利になりますね。じゃあ、なるほどな、初期砂漠にはスクラップがいろいろ転がっていて、その中からいろいろなのあさるのもいいけれど、結局全部を溶かした方がたくさん鉄が取れるんだよな。スクラップの中からレンガを集めてかまどを組み立てるんだ。ワークベンチをある程度強化すればできるはずさ。なるほどな、ね、なるほどな、いいね、なるほどな、使っていこうか。あ、じゃあこの放送ではネズミっぽかったキーワードとして。じゃ あ、 クエストもある、クエストもあります。なんかやっといた方がいい。そうですね、何がいい、ゴンホース持ってるの、持ってないじゃん。わりかし今作れるものを、あの2の、あ、カッコについてるのが持ってる数字だよね。そうですね、うん、じゃ何も持ってないじゃん。持ってないです、うん、でダメだ。ただ今引き受けとけばずっとそのクエスト持ったままにできるので、引き受けた状態のままにできるので、うん、10日間も持っとけんだ。はい、じゃあどうしようか、ゴムホース受けとく。今作れるクエスト受けといた方がいいかもしれませんね。何作れる、何作れるの。下は鉄パイプ、鉄パイプ作れるじゃん。鉄パイプ作れるから下から2番目のやつとかいいんじゃないですか。チーズくれるし、お、チーズ10個もくれますね。受ける、はい、なるほどな。 OK OK。燃料はある？燃料はいっぱいあるよ。そうですね。次は一応ね、次の拠点に行くときに必要な燃料も表示されるので。本当だ。燃料50必要とか。大丈夫、余裕ですよ。親切設計だ。進んでみましょうか。はい。よし、早送りや。はい、早送りします。出発。お、ここからが本格的だよ。はい。アイテムを拾って、アイテムを加工して。それをまあクエストでどんどん納品してお金を稼いで燃料代を賄っていくというのが基本的な流れになりますね。この放送中に音響いけるかな。おそんな早く終われん。この放送時間の10倍くらいかかりますね。10倍かかるわ、すげえな。すげえボリュームだね。10回連載になりますよ。え、このゲームは実行中です。任天堂 e ショップにて配信中の砂漠のネズミ団、価格は800円で配信中です、はい、よろしくお願いします。お願いします。これもう俺早送りしといた方がいい。早送りしちゃって大丈夫ですね。暇そうなネズミがいるんで、うん、スクラップが溜まったらワークベンチもう一個建てるのもいいかもしれませんね。これ出来上がってるやつずらすってできない。できません、残念ながら。一回壊してから建て直さないといけないんですけど、うん、あの建物を建てるのに使う材料が半分くらい返ってくるので、うん、ちょっとコストはかかるんですけど、なるほど、まあ、建て直しはできますよと、う
ただアップグレードが全部なくなっちゃうので、その辺は懐と相談してレイアウトしてみましょう、はい、俺のユージさん、俺の腹ペコゲージは食べる？じゃあ食べますじゃあちょっと1枚食べてください。遠藤さんのお腹に繋がってるから、うん、親密だねあ、夕方になった。遠藤さんのために食べてんだよ、こっちは。なんかついたよ。あ、これは東大の町に到着しましたね。ほうクエストこれじゃない忘れてたな。ほんまや。最初なんてちゃんと言ってたのにな。最近俺会社にずっとビータ置きっぱなしにしてて。やってないってことはないか。今俺はあの、人形のファイターズやってるから、ね。ファイターズね。うん。なんとかオブファイターズやってるから、ね。しょうがない。そう目指しますね。技名言っちゃうとちょっとダメですなんかやる？なんかやった方がいい。これ目的地見といた方がいいんじゃない？まあ4000はちょっとお金あるの？1240。ああじゃあ下の方200円の町だけ。確かに、はい、4000でいきなり来たかったね。ここから西の方に砂漠の道が交差する場所があって、そこはちょっと栄えた町になっているんだ。その町にたどり着くまでの道に壊れた砂漠船がずっと野ざらしにされているんだが、でも最近何やら怪しげな人影が船の周りをうろちょろしてるんだ。なるほどな。なるほどな。でもとりあえずクエストでしょ。クエスト？お金集めないと。お金ってクエスト以外からも得られる。ごめんね、食べてたねカロリーゲージを回復させるのにちょっと忙しくて。あ、じゃあこの鉄板でいけるやつ受けとくか。うん、そうです、ね、受ける、はい、もう鉄板、あのさ、3つがいっぱいいるんじゃない。あ、どんどんワークショップももう1個増やして、ね、ガンガン行くしかないで。じゃあとりあえず受けるだけ受けて、タスク回しながら歩き回ればいいんでしょ、うん、今。そうですね。お金はアイテムを売ることでもお金稼げますけど、うん、クエストの方が断然稼げるんで、そっちをおすすめします。これ、うん、数足りたよね。足りたよね。お、よし、やっちゃいますか。クエスト、ここまた今回どっか行くか。クエスト受けた？受けたよ。じゃあ、どっか行こう。納品に使うアイテムを、さっきほらアップグレードに使ってしまったというこの、うん、このまあ、作りゃいいんだよ、作りゃ。新しい場所を教えてもらったよね。うん、ここ行きます。はい。行くぞ。要素炉というところで、うん、さっきメール来てたから読もうかな。お、読んでいいかな。ペンネーム、ジャワさん。はい。男性。うん。メールありがとうございます。メールありがとうございます。ありがとうございます。開発者に質問。はい。スーマルを好きなんですか？好きですよ。好きですか？好きですね。スーマルを。ペンネームからもう、あっ、ね、どっかの PV とか見たときに、はいはい、いろんな人が見たやつの中に、お、これはこれはみたいな感じになりますけど、まあ、それだけではないのでね。いろいろ。いろいろ。いろいろ。そんな中、エンドさんのネズミ族は何なんかイベントに接触してます。お、これはより大きな船に乗り換えられるかもみたいな。ボロボロやないか。なるほどね。ニコイチわかりますか？わからんな。わかりますか？ニコイチ。ああ、なるほど。ん？うん。まあ。前まで乗ってた船は解体されちゃうっていうことですね。新しい船に乗り換えると。パーツが足りないからお前らの船と一緒に組み合わせればもっとでっかい船作れるよっていうことですね。ちなみにこの9時半までやからタイムリミット。マジで残り9時半までにせめて乗り換えたいね。そうですね。いけるそこ。いけるいける。でも今お金ないからダメだよね。はい、2000ドル必要ですけど、試しに入ってやってみる。これでもし変えちゃったらどうする？どうしましょう？それはちょっとまたパッチですよ。お金が足りないじゃないか。まあそうですな。はいはい。ちなみにお金はね、上画面の右上の方にドルマークが書いてある。いやさ、ワークショップ作ろうよ。
まあどんくらいありますかね、スクラップ建てられるだけあるなら。建設建設ワークベンチ作れんじゃん。よし、お、作れる、十分な数ありますね。なんでそんなとこに置いたん。あよく置かれへんやないか。これ1マスしか余ってない。よしさ、ここにしよう。建てます、建てますもあれですね、元ネタがありますね、この建てますの。あ、そうなの。あれ横マスやからってこと。いや、リアルタイムストラテジー好きな人ならこう某 RTS を建設中のボイスが建てます、建てます、建てます、建てますっていう。分かる人、お、いた、あ、分かる人いましたね。なんか俺横マスに置くけど建てます、ね、お、木を切ります。なんか冗談になってるってことね。あ、なんかじゃあ作ろうか、ここで。いいか、パスが予約されてない、うん、どんどん作れ作れ、うん、ワークベンチやってもいいよ ね。あ、でももう一個のワークベンチの方確かアップグレードがもう終わってるはずなので、ちょっと見てみましょうか。もう一個のやつは、はい、お、高級スクラップからクラフトできるというアップグレードが、おお、作れるものが結構増えてますよ。下の方見ていきましょうか。下の方、はい、スクラップの分解っていうのがまず増えてますね。歯車、レンガ、ワイヤー、ピアノ線など。ゴムホース作れんじゃん、はい、さっきまで。そっちの方が高く売れるってことだよね。そうですね、わりかし高めで売れるので。じゃあこれ作れますか。作りましょう。あと何か作る。とりあえずいろいろ作れるやつ1個ずつは作ってないんだ、ね、ただ他のもの作れないですね。ハイファイスクラップが足りてないですね。じゃあ鉄パイプや。困った時の鉄パイプやろ。困った時の鉄パイプ、はい、はい、鉄パイプ作っておくとベッドを建設する時とかにも使えるんで。じゃあ一番、ね、あの3つの中で鉄パイプが一番いい。一番使うのは鉄板ですね。鉄板が安定。鉄板安定ですね。鉄板だもんね。まあ、まあそういう意味も含ませてるかなという。最近30代になってやばいんじゃないか。走れや。とりあえず走っとこうよ。今ね、どっかついてるんですよ。でも走っとけばアイテムもらえるってことでしょ。そうですね。そうですね。ネズミのお腹が勝手に減ってっちゃうので、その間にどんどんアイテム拾ってった方がお得っちゃお得なんですよね。えさ、そろそろもう赤い遠藤さんの腹ペコゲージそろそろ赤いけど、チャーク食える。食いましょうか。じゃあ食ったって、遠藤さんの腹ペコゲージ増やしたって。もうじゃあこの適当なとこ回る感じ、ね、はい、平原の女王号に戻りましょうか。結構足がしびれてるんですよ。正座ですか。正座しないと、正座して腕伸ばさないと。今動かしたら余計やばい、うん、だからそのままの方がいい。そのまま構想を終えた方がいい、うん、いや死んじゃうよ。もうついたよ。なんかついたよ。イベントがオアシスだ。オアシスだ。水が補給できる、やった。お、これはもうでも危ない水かもしれないよ。いやいやいや、もう仮に毒があったとしても行くべき。行く。もう後ろを振り返らないと、うん、めっちゃ飲んだね。水を汲んだらたちまちの木に枯れてしまった。あ、かわいそう。ががでも枯れる前にそれなりな量の水を入手できたぞ。やったぜ。よかったですね。 あれって、はい、ランダムで。ランダムです。序盤でこれ引くと結構楽になりますね。持ってるね、はい、でしょでしょって。イラってきた。どういうことや。早送りしようか。早送りしよう。早送りしていきましょう。でもあいつらめっちゃ暇してるけど。そうですね、なんかネズミ全員暇してるけど言えの。ただ走ってるだけだよ、ね、なんか作る。作りましょう。じゃあ何、鉄板いっぱい作るよ。とりあえず働かせろよ、ね、下画面のクエストボタンみたいなのがあると思うんですよ、うん、そのワークベンチの画面を閉じると。ちょっと待って、一回閉じて、閉じて、レンズ作るのかい。閉じて、うん、下画面の左上の方に。そうですね、クエストリスト、はい、はい、クエストリスト見てここで必要なアイテムを確認して、うん、どんどん作っていくみたいな。あ、じゃあ必要なのがこのカッコの方。持ってるのが、じゃあ持ってるのがそれやから、鉄板が足りないんだよ。はい、鉄パイプはできてんじゃんじゃん。そうですね、これどうやって、だこの町に行かないといけない。そうですね、
諦めるやからね、それはしたんです。平原の女王、もうすぐ着くんじゃない？もうすぐ着きますよ。やったじゃん。だ、上空いてるって。働かせて。大変なゲームやな。鉄板が足りないんでしょ。なんでネジ作んの。鉄板言うたやん。ちょっと待ちや。待つ。これでもう一個ぐらい鉄パイプ。はい。鉄パイプ好きやな。はい、到着しました。お、拠点行ってクエスト納品じゃ、納品じゃ。どれどれ、あ、これか。それですね。持ってきたよ、持ってきたよ。はい。テテン。